今月開幕する世界体操世界新体操北九州まであと13日。大会を盛り上げようと練習会場周辺を地域のボランティアが花で飾りました。世界体操の練習会場となる北九州市戸畑区の麻生スポーツセンターでは、地域の清掃や美化活動を行う団体からおよそ20人が参加し、花壇に花を植えました。植えられたのはケイトウやマリーゴールドなど、この時期に楽しめる花6種類およそ1000本です。おもてなしの気持ちで楽しい思い出を、ね、持って、試合に行って勝ってもらって、北九州はいいなと思ってもらえば、それが一番いいんじゃないでしょうかね。北九州市では他にも体操の練習会場になるアノードームや、新体操の会場となる西日本総合展示場周辺も花で飾り、大会を盛り上げます。